本棚があるんご。どこ？もうめちゃくちゃトイレ。こっちは？すごいお風呂。あ、こっち多分違うな。脳波がなんかそう言ってる。ここ？ここなの？ここですか？なにこの部屋。こんにちは、ルンです。いつも動画のご視聴、コメント、高評価、いつもありがとうございます。ということでですね、先ほどは茶番の方を大変失礼いたしました。それではこの度私ですね、新居に引っ越しました。まあちょっと前の動画でね、忙しくてバタバタしてて、ちょっとお休み動画をね、その日お休みさせてくださいっていうのを出したんですけど、それがなんでかっていうと、ちょっと引っ越し関係でちょっとね、いろいろバタバタしてまして、でちょっと引っ越しのね、ちょっと運び出すのとかもちょっと持ってる荷物のあれでちょっと業者さんに頼めなかったので、ちょっと自分たちでやんないといけなくて、バンドのドラムに車とね、ちょっと手伝いお願いして気合でやって、筋肉痛です。もうね、引っ越してからね、まだちょっと2日目なんで、まだ全然部屋とかもちょっと片付いてないんで、ちょっと見せれるのがね、ちょっと一部の本当に部屋しかないんですけど、そのなんで引っ越したのかっていうと、まあちょっと前の家住んでからそもそももう2年、もう契約更新の時期がね、ちょっとそろそろ近づいてるっていうので、その更新料を払うんだったらちょっと引っ越した方がいいなっていうので、ちょっと前の家だともうリビングに置くのもちょっと作業スペースが隣接してて、なんかすごいね、もうなんかカオスな、すごいなんかいろいろなってまして、なんか前が 2K だったんですけど、もうだから 3LDK に引っ越しました。ありがとうございます。で結構ね、もうめっちゃいい感じの広さで、これ今完全ならもう作業部屋なんですけど、一室、いい人生でした。でもあれなんですよ、前の家と家賃そんな実際変わんなくて、あんまりで、前がそもそも僕結構すごい破格の家賃のところにちょっと住んでまして、ちょっと家賃の金額はね、ちょっと言えないからあれなんですけど、結構聞いたら「え安っ」みたいな感じのね、割と 2K でその値段多いって感じなんですけど、3LDK でもうここ結構ね安くて。ここ数ヶ月ぐらいで見つけて、準備してたような感じでございます。ということで、ここは大体に僕がいるスペースなんですけど、ちなみにこの部屋にコタロウも基本的にちょっといることになります。コタロウさん、あばばばばばばば、お風呂上がりのセクシーコタロウです。そう、コタロウもね、ちょっとこの部屋で基本的にはいるような感じになります。よろしくお願いいたします。お願いいたしました。でちょっとね、前回の動画本当にちょっと心配のを超えて優しいお言葉を本当にいただきまして、もう本当にありがとうございます。もうすいません、本当にいつもありがとうございます。という感じで、ちょっとね、心機一転ね、頑張っていけたらなと思いますので、でちょっと配信とかもピロリン増やせていけたらいいなと思ってますので、ちょっと弾き語りとかもね、ここだとちょっとねできる感じなんですよ。そんなちょっとこの遅い時間はねできないんですけど、やると思うんでお願いします。ダメ、はい、ということで新規で頑張っていきますので、今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございます。